エリザベス・ブラックウェルエリザベス・ブラックウェルと幼女のキティ・ブラックウェル1905年1974年の記念切手エリザベス・ブラックウェルはイギリス生まれでアメリカ合衆国で医学校を卒業した最初の女性であるイギリスの公的に医師登録された最初の女性でもある女性に対する医学教育に貢献し 女性の権利の向上運動の活動家としても有名であった。十枚に画家で教師のイーディス・ホールデンがいる。ブリストルに佐藤生成業の家に9人兄弟の3番目の子供として生まれたが、11歳の時火事で工場が焼け、1832年に家族と共にアメリカ合衆国に移民することになった。 ブラックウェル家は熱心なクエーカー教徒で男女の差別を嫌い奴隷制に反対であったので佐藤の収穫に奴隷を使わないオハイオ州のシンシナティに生成書を開いたが父親は3ヶ月後に病死したエリザベス・ブラックウェルはケンタッキーで教師をして資金を稼ぎ医師の家に住み医学書を読んで勉強した奴隷解放運動にも参加し兄弟の一人は 女性賛成運動の活動家、ルーシー・ストーンと結婚し、もう一人も女性運動家のアントワネット・ブラウンと結婚した。ニューヨークのジニーバイ科大学に入学を認められ、1849年1月に学位を得て卒業した。アメリカの病院での採用を拒まれた後、パリに行き3人で修行したが、医師としてではなく助産婦の訓練しか受けられなかった。この間、 右目の病気で疑眼となり、下界の道は閉ざされた。1857年に、妹エミリーと、マリー・ザクシェフスカと共に、マンハッタンのトンプキンズ・スクエアの近くに、シングルルームの貧しい女性と子供のための診療所を開いた。南北戦争中は、北軍のために、多くの看護婦を養成した。戦争の後、女性のための医学校の設立のために勤めた。 1853年にイギリスで女性のためのベッドフォードカレッジで1年過ごした。1858年にイギリスで法律が制定され、1858年以前に外国で学位を取得し、イギリスで治療を行った医師の医療委員会への登録が可能となったので、1859年1月に最初の女性医師として登録された。 1869年にイギリスでフローレンス・ナイチンゲールと共に女子医学校を設立し、ロンドン女子医学カレッジで教え、参加の教授となったが、1年後に引退した。引退後も教育の重要性についての著述を行い、女性の権利運動に関わった。1873年に、 アメリカ合衆国の最初の看護婦、養成学校設立に貢献した。病気や衛生に関する多くの著書を書いた。彼女の女子教育の手引き書きはスペイン語にも翻訳されている。1856年、彼女はアイルランド系の出自のカトリーヌ、キティ・バリーという子児を養子にした。この子が彼女のご反省の伴侶となった。1907年、 ブラックウェルは階段を降りようとして転倒。この時の怪我から完全には復調することはなかった。1910年5月31日、イーストサセックス州のヘースティングの自宅で、心筋拘束のため死去した。スコットランド西部、ホーリーロッホのキルムンの聖衛ムン墓地に、1910年6月に埋葬されている。クルーズアセスヒストリックビルディングインブリストル。 BBC ニュース8 March 2010, well,、8マーチ2010、ドクター・エリザベス・ブラックウェル、エス・グラデュエーション、アアン・イ・ウィットネスアカウントバイ、マーガレット・ムンロ・デ・ランシー、ロス、0イ The Personalities of Two Pioneer Medical Women, エリザベス・ブラックウェル&、エリザベス・ギャレット・アンダーソン。ブレティン・オブ・ザ・ニューヨーク・アカデミー・オブ・メディッシン47。 6779 PMC1749855 ありがとうございます。